その部分はちょっとだけ不便でなく物足りなかったら、そう、それでちょっと迷惑をかけてしまったっていうのはありましたね。動画編集しない人からしたらどうでもいい話だと思うんですけど、対応しているしていない問題っていうのがまだ多いそうです。なんか重箱の隅をつつくようなデメリットしか見つかってないんですね。ということで、お台場に来ました。どうもショビーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。いやめちゃくちゃいい天気で気持ちがいいですね。しかも東京なんですけど人がもうほぼいないんですよ。お台場はめちゃくちゃ交通の便が悪いんで、そうコロナ関係なく人が少ないんですよ。そうだから僕はすごい好きなんですけどね。そして今回もこちらにお邪魔します。毎回ここに来るたびにおしゃれだなって思うんですよね。はい、じゃあ行きましょう。おはようございます。おはようございます。イエーイ、来ました。だいぶ遅めのクリスマスですね。6777。あ、でもこの辺も多分もういろはさんたちがバンって行っちゃうと思うんで、チェンスはめっちゃ忙しいんですね。それももちろん最高なんですけど、ファーストヒットを一塁打をこう積み重ねていくっていうのも大事なんですね。で一通り終わりましたので、ちょっと今夜の本題に入っていきたいと思います。でこちらの M1 MacBook を使って1週間が経ちました。スペックはメモリー 8GB タイプです。でまあ、これで使って1週間経つんですけど、その1週間使えばその仕事の全パターンを網羅できるので、その中でこの部分はちょっとだけ不便だな、物足りなかったらっていうところをちょっと今回紹介させてもらおうと思います。まず1つ目は対応アプリに関してなんですけど、このスカイプが使えないんですよ。税理士さんとやり取りするときスカイプを使うので、これが使えないってなってちょっと焦りましたね。そう、税理士さんにすいません、ちょっとパソコン変えてスカイプ使えなくなっちゃいましたって言って、急遽その通話のソフトを変えてもらいましたけども、そう、それでちょっと迷惑をかけてしまったっていうのはありましたね。そう、ではぶっちゃけ対応アプリで困ったっていうのは本当それだけでした。そう、ズームも使いますし、で、もしこう自分の使っているアプリが対応しているのかどうかっていうのがわからない場合は、この Is Apple Silicon Ready? っていうサイト、これを見ると対応しているアプリ一覧っていうのが見れます。っていうとスカイプはこの M1 では使えないというのが、まあ、ちゃんと書いてあるわけですよね。そうなので、ちょっと見とけばよかったって感じがします。で他にアプリを見た時に、よくわからないアプリがいっぱいあるので、そうまあいいかなって感じですね。 Is Apple Silicon Ready? っていうサイトを見るとその対応しているアプリとかが確認できるので、このサイトおすすめです。概要欄でリンク貼っておきます。であとは動画編集中にある細かい話なんですけど、例えばこの、動画ファイルが入ったメモリーカードがあります。でそれをこのパソコンにプスッと挿します。でそうすると 1,2,3 はい、読み込まないと、全く反応がなくなっちゃうんですよね。でいつもこうやって読み取ってくれないんで、一旦アプリを閉じてもう一回アプリを立ち上げるということをしてるんですね。そうすると、こうやって画像データ、読み込めるわけですね。これバーっと、っていう手間がちょっと増えちゃったっていうのが不便ですね。動画編集しない人からしたらどうでもいい話だと思うんですけど、動画編集する人からしたら意外とそこ不便になっちゃったねっていうところです。そうなので、それは多分 M1 になってからそのアプリ対応のいろいろあるんでしょうね。細かいところはあると思うので改善求めます。で続いてこれはいろんなところで言われてますけど、やっぱりポート数2個は少ないなというところです。はい、前使っていた2018年の MacBook の Pro のやつは、ここに2個あって、でここにも2個あったんで合計4つポートがあったんですよね。その外部メモリーみたいなのをこうやってこっち側に挿して、でこっちでカードを読み取ってみたいなことができたんですけども、それがなくなったのでこっち側で挿す必要があるんですよ。ただ結構これ幅があって、だからなかなかこう入れにくいんですよね。なのでちょっとこれは地味に不便になってしまったなと思うところです。
で、あとこれは税理士さんから聞いた時のお話なんですけど、あの確定申告をするときに電子申告っていうのを選べるんですよ。でその時にマイナンバーカードを IC カードリーダーっていうのを読み込ませて申告をするんですね。でその IC カードが対応していない人が多いと、その M1 使って IC カードが対応しなかったですっていう問題が結構起きたそうです。そうなので、まあ、この動画を見てくれている人であの電子申告しますっていう人がどれぐらいいるかわからないですけど、こういった外部接続のものに関して対応しているしていない問題っていうのがまだ多いそうです。はい、なのでちょっとそこは気をつけていただきたいなというふうに思います。僕はちなみにあの税理士さんに全部お任せしてるんで、こういう IC とか使ってないですけど、あのプリンターを使おうと思った時に M1 が対応してませんっていうふうに警告がなっちゃったりとかしたんで、物理的な外部のやつとの相性、互換性っていったところではまだ M1 は完璧じゃないっていうのはありますね。まあ、っていう感じでシェアしましたけども、でもぶっちゃけ本当それぐらいなんですよ。なんか重箱の隅をつつくようなデメリットしか見つかってないんですね。そう、なんか例えば電池持ちがいいって言われてたけど、実際使ったら全然電池持ち良くないじゃんみたいな、そういう分かりやすいデメリットっていうのはないです。そうなので、あのこの1週間使ってみてますけど、めちゃくちゃ便利ですね。あの動画編集も 4K でしっかりあの早く編集できますし、アプリの操作立ち上がるやつはめちゃくちゃ早いです。まあ、スピードが速いっていうのは、まあ、正直わからない人にはわからないと思うんですけど、電池持ちが圧倒的に伸びたよっていうのはもう感動するレベルですね。まあ、そのために10万円ちょっと払ってもいいんじゃないかっていうレベルなので、まあ迷ってる人がいたらあの買っちゃっていいと思います。もう本当今回のデメリット紹介しましたけど、本当重箱の隅をつつくようなデメリットしか出てきませんでした。はい、なので、まあ、それぐらい M1 は僕はもう本当買ってよかったなって思っております。ということで今回シェアしましたけども、いかがだったでしょうか。はい、今回ちょっとでも参考になりましたと、あのサッツとのこの背景、あのスキー空間でいいですねと思っていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。そう、お台場のカフェめっちゃ空いてていいんですよ。そうなので、あのもうちょっとずっとカフェに入ってスッキリ作業をしていきたいと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上です。ありがとうございました。